エリックス・チュワートは、イギリスドロイルスデン出身のミュージシャン、ソングライターであり、ロックバンド 10cc のメンバーとして知られる。ウェイン・フォンタナ率いるバンドマインド・ベンダーズのリードギタリストとして、頭角を表し、フォンタナがソロ活動を理由に脱退した後も、中核メンバーとして活躍した。早くから曲作りも手がけ、フォンタナ在籍時のゲームオブ・ラブ以降のシングル B 面。 マインドベンダーズ時代のシングル B 面を提供。それによって得られた印税などを資金として解散後に、自らストロベリースタジオを立ち上げ、様々なレコーディングセッションを行った。ここで知域を得たメンバーが発展し、ホットレックスから 10cc 結成へとつながっていった。10cc として人気絶頂であった1979年1月25日未明。 運転中の BMW が凍った路面でスリップ、後頭部を強打する重傷を負った。ワールドツアーの合間だったが、3月に予定されていた2度目の来日を含むツアー後半はキャンセルされた。しかし約半年後には復帰し、音楽活動を再開している。1980年3月、フランス映画ガールズ恋の初体験のサウンドトラックアルバムを発表。 実質的な初ソロアルバムとなる。1982年8月、ソロアルバム、フルーティール・ティーズを発表。1980年代には、元ビートルズのポール・マッカートニーのアルバム4枚、元、アバのアグネタのソロアルバム、ジャスティン・ヘイワードのソロアルバムなどに参加し、1990年代には、エリック・ウルフソンの企画アルバムや、アラン・パーソンズのソロアルバム2枚に参加している。 2003年4月には、ソロアルバム、Do Not Bend を発表した。2009年1月には、ソロアルバム、v i b a La Difference を発表した。2017年3月15日、自伝、Sings We Do For Love を、iVox から発売。2017年7月には、エリックス・チュワート、10cc 名義で2枚組ベストアルバム、Anthology を発表。 ジューシーシーが名義に含まれているのはミラーミラーからの楽曲を収録しているため、ありがとうございます。